さて、変わりましては65年間市民を楽しませてきた老舗映画館吉祥寺バウスシアターが今月10日に閉館することになり、地元の人たちからは惜しむ声が上がっています。武蔵野映画劇場としてオープンし65年間営業してきた吉祥寺バウスシアターは幅広い作品を上映し、落語や音楽ライブなども行う劇場型シアターとして市民を楽しませてきました。ただ建物の老朽化などの理由から閉館することになりました。寂しいですね。よそでやってないような映画もやってましたし、ちょっと空いてて静かに自分の時間を過ごせたところだったのですごく残念です。私としては親子3代一つの区切りをつけたつもりでいるんで、やることはみんなやったなという一つの、達成感というものを持ったんで、とりあえずここは一旦おしまいにしようと。映画の上映は先月末で終了しましたが、現在閉館前の最終イベントとして音楽ライブが行われています。閉館は今月10日で、建物は取り壊され商業施設になる予定だということです。